どんぶり FM3 月の1日になると、うんはい、新卒採用が始まりますそうなんですかはい始まるっていうのはどういうことなんですかえっと経団連にちゃんと参加しているかなところ企業が新卒採用を、うん、今だと2017年8年、うん 17年入学か18年入学ちょっと忘れちゃったんですけどの人の4月入社の人の採用を始めることができますじゃあ採用ページを立ち上げるみたいな公開するってことですかだからそうですね遅くなったってことですかねうんちょっとその時期に関してよくわかんないですけど、うん、前1月とかだった気がしましたけど、うん、そうですそうです三月か僕の時は10月とかです10月じゃあ半年遅くなったうーん,うーん さてここでナルミさんが今大学三年生です。就職活動もうちょっとで始まります。どこ受けます？行きたい会社。受けるか。受けないなしで。受けないなしで。行きたい会社どうすよね。うん。どこ受けます？どこだろうな。あと前職もなしで。はい。うん大学今の。今の知識もありスキルもあり。 別に全然今からただ22歳なんで21歳なんでうん、うん、別に違うところにで何でもありですもんね、はい、21歳だとね、はい、総合職とかよく分かんないので、うん、どこでもありですうーん悩ましいなでも僕リクルートとかいいと思いますけどね<ー>、うん、なんとなく <laughs> <laughs> なんでですかなんでだろうななんかあれですよね卒業生をたくさんしてるじゃないですかみんなすごい 人ばっかだなとかね思いますし、なんかたまたま会った人とかね、まあ元同僚とか、友達とか、すごい人だなと思ったら、元リクルートだったっていう人結構多いなと思うんですよね。それっで本当にいます。いますよ僕の周りは。ちなみに僕はあのリクルートなんですけど、あそうなんだ。そうですあのいますなんかそう昔はそうだった感ありますけど、いや今もそうっすよ。あそうなん。 たくさんいますあよくね有名な方ってたくさんいると思うんですけど何人かいると思うんですけどそうじゃなくて身の回りにも普通にいますよあそうなんですねだからそういうの見てるといい会社なんだろうなと思いますけどねうんいい会社ですでも学生の時は知らなかったですねリクルートをへまあクナビ使ってたからあリクナビってものを運営してる会社だなっていうそんだけでしたねはいはい全然知らなかったです 何をしてるとこない今はもっとね分かんなくなってるというか出版社なのかそれともテクノロジーの会社なのかとかねいろんな含められと思うんでだからいいんじゃないかみたいな真面目な話になっちゃいましたあとはどこ受けますあとねああでも自分の好きなものを作ってる会社とかいいですね例えばねんだろう愛用してる ニューバランスとか、はいはい、ナイキとか、はい、あと何吉田カバンとかねはい、はい、そうか、自分が好きなもの好きなものを作ってる会社って、やっぱ憧れますよね。そんな感じかな。アップル、マックとか。あアップルとかね。うん、そうですね自分が好きなもののところに働きたいですかそれって多分 自分が好きなものは仕事にしたくないみたいなそれはあるかもしれないですね確かにね <laughs> それもそうだななんか吉田カバン売りたくないもう吉田カバンなんか見た,くないって見たくないって嫌いになりたくないじゃないそうですねそれはそうだわ、うん、ちょっと距離あった方がいいかもしれない <laughs> 悩ましいんですか考えるとね、うん、どういう基準でいいなって思うんですか会社を いや分かんないなすげえ詰められてるなでも学生の時からやっぱ僕会社を選べなかったんですよね全然学生の頃はそれこそ会社を知らないしどんな仕事があるか分かんなかったからほとんど選べなかったんですけど今も変わってないですねこの会社がいいとかあんまないなっていうか何を持っていい会社というのがよく分かんないし難しいですねその質問ね夏目さんはどうですか なりますか今もし3年経ったらどこ受けるんだろう答え用意されてるわけじゃないんだないです <laughs> <laughs> そんな何ですよどこだろうなーあああそこです東芝東芝シャープシャープあちょっとなんか最近まずいなという感じのメーカーに行って、はいはい、それはなんか意味があるんですか、はい、あの 僕はちゃんと仕事がそうなの,であの三振かホームランかみたいなはい、はい、もしくはなんだろう1年に1回場外ホームラン打ったらうん、うん、もうそれだけみんな覚えてて褒めてくれるみたいな感じなので綺麗、うん、にヒットとか送りバントとかができないんですようん、うん、毎日ヒット打つわけにもいかない、はい、絶対無理絶対無理そうなんだはいはいでただあいつなんだろう看板直撃したよねみたいなのはできるのでうん、うんうん あのやばいところに行きうん、うん、今行ったメーカーさんってちょっと下がってきてるじゃないですかねなんかね不祥事があったりとかしましたもんね、うん、でめちゃくちゃ下がってる時に、うん、あのもう僕がこれやったら本当に面白くなるっていう企画をひたすら作り、うんうん、社長のところに持って行ってなるほど提案っていうのをやりますね僕だったら今だったらね、はい でそれを「いやいやちゃんとハンコ回せよ」とか「部長を通せよ」みたいなこと言ってたら、うん、いやだから潰れそうなんですよっていうと多分1個一 2>,、うん、2個上の,、うん、あの偉い人たちには12、うん、階層上の偉い人たちにはすげえ嫌われるんですけどもう。 めっちゃ上の人にそうだそうだって多分褒められるのでうん、うん、<laughs> ずっとそうやってきたんで <laughs> 経験してきた感じですねそれはねじゃあねなんかそうで本当のに感社のことを考え本当に世の中にとってこれがいいっていうのを考えて、うん、プロセス飛ばして社長に、うん、あのしかも上場してるところの会社って、うん、あの社長の自宅とか書いてあるんで分あの一緒に通勤するとかやりますねすっげえ嫌な進ですねじ <laughs> でもそれでウルトラシーがこれでもしもしですよだいたいダメですけどもし1パーでも確率でこう V 字回復したら日経ヒーローですよで絶対ねこのねあの一二階層上の上司たちはみんな俺が育てたみんなみんな言うんですそうだからなるべくそうやって下がってる人がなんだろうなまあ逆転ホマの打ちやすい環境に行くとそっちに行きますねなるほど。 そういう観点で多分のありですね、うんうん、まあそれは正確におりますよね <laughs> <laughs> ヒット打てる人がそこ行ってもね <laughs> まあそうですよね、はいうん、自分にったところを探さないといけないですね、うん、だから僕はそうやって下がり気味のとことかあの、うん、例えばソーシャルゲーム系でちょっと下がっちゃったとかうん、うん、そういうところにもしかしたら行くかもしれないですねなるほどね、うん、なるべく人がいないところホームラン打つとか,かっこいい 絵になるところそしたら僕なんかもう会社員とかじゃなくて例えば美容師とかコックさんとかケーキ作る人とかんかそう職人さんになりたいですねああいいですねしかも今の成みさんの IT リテラシーと文章スキルがあってそこの掛け算ができたらそんなじえるか分かんないですけどねなんか料理作れたら自分がパパッと作ったものがめっちゃ美味しいわけじゃないですかそう言ってすげえことだなと思うんですよね かっこいいです、ね、からいいなと思って。モテそう、うん、かっこいいですよね、いいね料理人ってね。だから、会社入るよりそっち方面がいいなと思いますね。かいいすね確かに